皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もティメジア遊んでいきましょう。さあ前回に続いてシマップの檻植物園を攻略中です。で前回は最後に端子のショートカットを開通、一旦レベルアップしてから向かいます。ここ敵強いからね、無難に生命かな。それと技能、このゲームね、特にこれ大事です。処刑人の満月かな。敵にとどめを刺すと体力と記録が回復。今のところこれありきの難易度っていう感じはあります。で今回これ取ろうかな。踏み込み跳躍、これ要はセキロのお月に対しては丸ボタン、あれと全く一緒です。でふわっと舞い上がる。よし、これで出発で、パーティクトンだけど、上のやつね。これね、こいつ。あ、ねえねえ。ちょっと。カメラよ。よし。ちょっと。あれを透かすんじゃない。よし。おし、こっち、よし、吸って、二発きた。その技なんなのマジで、本当に毎回。くるっとくるやつ。これはふかしてる。くっそ、多分これサブクやったせいです。よし、まずありがとう。回復して双剣からの爪。いやそれひるまない。よし、これね、こっからクリティカル来る場合があります。怖っ、羽かな。あぶねー。よし、爪。よし、強いね、しっかり強いです。でこっから先ね、そっち、これはこっち行ける、行けない。よし、行けないんだったら嬉しいわ。問題来な、2体。いや今のこっち優先さ、あ上にあいつか、あっちゃいんだ。くっそ、この上ね、そこな。くっそ、そこにいんのか。いてー、よし、あ三発目は来る。あれでひるまないの。よし、吸って、これはソウル。これ銃のこっち合ってるよね多分、他ないもんな。よし、これ敵ね。よし、雑魚だ。弱いんだったらいいんです。ここなんだこれ。あ、これがその植物園本館ね。いてー、ここね。これあんまそっち行くとまずいな多分。こいつだ、怖い。よし、そこの浮いてる、浮いてる敵はあれ、ただなんだっけ、
エメラルド。確か、違う？はい。よし。こいつね。え、これ敵？あ、これ敵だわ。紛れ、あ、これ、しかも強いよ、これ。これは強いぞ。破壊わからん。ただ、バカみたく硬くはない。まあ、硬いんだけど。はい。金当てて、よし。よしよし。はい。とドキュメント。ある古参研究者の手帳。いや、ただやっぱりエメラルド、この名前が出てる。共同研究は想像を絶する体験だった。あの人ラスボスとかでね、普通に絡んできそう。こういう広いところは怖いよ。はい、よし。芝居行って。これは？カマ。ブン。はい、押して回避。回避のリーチを超えてくる。よし。そっちの底に行きたい。で、そうに鎌。鎌だらけ。逆にこれ扱いにくくない？鎌。でかすぎんだろう。ここね、むやみに突っ込むと怖いな。3体1体芝居ってからのこれかな。まずい。そう、あれ食らうんだよね。よし、羽。いや、突進かなそれ。双剣ぶっ刺し。よし、見えてる。よし、この吸収強いね。大番手する。はいはい、よし。これならば負けなくね。ねえ、かま、これ何？巨大な木か。よし。で、セーブ。これどうしようかな。ソウル使って、レベルアップ決めるかどうか。ただ6000。6000足りないか。先行く。最初発。左と、そっち。こういう分岐な。これ、ボス戦。これと、前回見る分にはボス戦だったんだけど、はい、おし。体験まで散々食らったわ。はいよ。双剣。あぶね。2回打って。はい、おし。パンパン来た。よし。こっからどこに行く？そっち。できれば行き止まりを潰したい。これは？ねえ、これは研究の音。魔月は動く微量なら、組織に注入しても生命維持機能に影響はない。ただ一定量を超えるとほとんど抑制不能となる。これ、行き止まりじゃないね。こっち？これは？これできれば行き止まりだって欲しいんだけど、この広くね。よし、これ芝居行って。はい、あと1。もう 3発持ってくるね。あ、こいついた。これがいる。困ったな。これは
どうしようかな。先にこいつの、そう、これね、これね、こいつね。こいつほら、早く来なさい。死ぬんだから。どうせ。危ない。よし、バカで。散々食らったわ。こいつだな。これ、開幕双剣だね。そして、爪当てて回避したいよ。よし。ブン。あ、結構突っ込んでくる。これね。回復、あ、回復潰し。そう、うまい。回復、跳ね当てて。いや、こいつのこのディレイブリやだな。それ何？変な薬液を飛ばすんじゃないよ。まずい。これ結構強いな。クリティカル潰ししたかった。よし。どうしようか。これね、薬の強化。そっちいける。はい。で、これは民間薬に関する調査報告。ローズマリーとタイム、何とかの混合物は、これ、ね、自分の薬ね、あれにも適用されるって感じではなさそう。この空間怖いな。これ、あ、これ強キャラだ。こいつね、これがボスキャラ的な感じ。いや、これ初めて見た。最後、おし。前回いたっけ？回復して。モーションが不気味すぎたな。よし、距離戦。怖え。それ怖えよ。ここ。ブン。タフいね。怖っ、それ。クリティカルもない。いや、それ分からんわ。あ、これまずい。振っちゃった。セーフ。角、跳ね当てて、爪当てて、もうちょい。おし。危なかった。よしよし。で、行き止まり？ほいね。よし。さあ、となったらそっち。これ一旦回復かな。これ、これいける？いけない。あれ、こっから来たんじゃなかったっけ？返してくんないの？何？こっち行けと。そんな、ゴム体な。お前、反応が早いんだよ、お前。ここら辺、ショートが欲しいっす。はい、双剣。硬い。よし。吸い取って、吸い取りがないともう、無理だ。生きていけないよ。吸い取らないと。これで、どこ？どこだ？死んでないね。絶対来ると思ったもん。よし。で、これは温室からの上達依頼。石亀コウモリ、サルクイワシ、旅行バトとヤマトラ。生態実験、漢方薬的な感じではない。自分あんまり漢方ね、あんまり効かないのよ。なんか、これめっちゃ効いたっていう感じ。あんまりなくない？漢方。割とゆっくり派かな、ね、よし。はい。で、さらに研究の音。満月は極めて汚染性が高い。生体組織に接触すると感染、および変異を引き起こす恐れがある。この血を原料にして何か作ったんだ。満月を分離した後に残るのが浄血。
これいけない、いけない、ちょっとフロムゲーっぽかった。いけるかと思ったらいけなかった。こういうとこね、市民数、うわこれ血だまりじゃん。血だまりスケッチすぎるだろう。しかも実体がない。これね、嫌なやつだ。実体ない系はね、倒しても倒してもキリがない。これ見てると襲ってくる、怖い。ここら辺にセーブいるだろう。セーブセーブセーブの明かりは、セーブの明かりがない。セーブが入る、中間セーブが入る。セーブどこだよ。これすごい切りたい。人体ってやつ、そっち、ここら辺のほらセーブあって大ボスだろ。セーブの大ボスだろ。セーブセーブセーブ、おい、なんですか。え、これやばくない、これ、これでかくない、気のせい、多くね、ちょっと。こっち薬ないんだよ、こっち。こいつ強い、なんだこいつ。いや、これなんでこんな強いの攻撃出てくんの。あ、消えるし、もうひるまないし、もう、こんな無理だよ。ちょっと待って、ドキュメントじゃない、これ無理だろ、これセーブじゃない、これドキュメント。うわ、ドキュメントだった。おい、終わってんのマジで、これまずい。あー、退却、死にたくないよ。どっちだこれ、うわこっち行っちゃった。うわ、敵いるし、あー、また待って、これ無理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 、いやこれ無理無理。おー、ひどくない。これセーブいるだろう、なんでここにセーブないの。こんなとこ戻ったって死ぬだろう。どっから、こっから、どこどこ、ここ、これなんでこれ勝手に閉まったの。あ、閉まってないここね、閉まってなかった。これ初等化だな。くそー、再び行く。結構近いの嬉しいんだけど、ここな。これね、よし、これ回収して、セーブは初等化は初等化だな、これか。お前、はい、あっ、おし、パリしたろ今パリしたよ私パリした。おめえ、エメラルドだろお前。ここで、ちょっと待って、敵来ない、ここで知りたいことないっすなんもないっす。初等化の場所はそれか、これは、こうこう行かないと取れない系なの。違う違うね、はい。ちょい待ち、ここはここ、これ敵だろう、これ、うん、一応やっとく。そしてこうつながって、これがいて、強敵いて、あ、後ろから湧いてくる。うわ、忙しい、これ超忙しい。もう一発で、これ好き。いや、だからさ、それパリしてくるんだってマジで。生まれに出た、ほらもう忙しいよ。はいはい、これ取って、ここら辺でエレベーター乗れなくて、乗れないの、なん、誰が封鎖したの。使えるようにしとけよ。ここら辺、これ絶対初等、あ、セーブがある。え、初等化はセーブがある。
これやっぱ体力かな。生命。これがあれだ。あ、これボス臭くない？ん？あれ？初動化は？中ボス？これ中ボス？こっちしかないもん。これいって終わりかな？これ人類勝てないだろ。吊るされし女王。体力、2本 ?1 本海面、回避。回避をして、双剣、双剣乱舞。よし。六冠来る。羽当てて、からの、消費草を言う。どっかで見たことある。あー、今のよかった。そう。一発回復だな。回復、それ何ですか？下からなんか来る。違う。吸ったのね。血をチュパチュパして。あ、で、回復してんじゃん。それダメだって、回復は良くないよ。ブレスだろ？ほい。ハーブダイディレクター。いや、これ昼間よくね。回復したい。あー、まずこれどうしようかな。一発ハム、またチュパチュパしたらいい。それ無理だって、そんなの。これ何？おい、なんか湧いてきた。違う、あ、トゲね。トゲ入った。はい、くっそ。こいつ、この距離の取り方がいやらしいね。方向でも回復してんじゃん。これどうすんのこれ。リレーからのなんか毒パンしたよ。なんすかそれ。こいつどうすんの。多分何らかの方法なんだな。はい。一発回復。だってこれ。入る、こっから進まないじゃん。このクリスタルを壊したい。あ、壊れてる多分。ガン攻めか。すっ、どうしたらいいの。よし、もう一歩減らして、回復して、爪当てて、うわ、なんかそろそろ吸収来そう、これ。爪、あー、吸収来たよ。ただ、ゴリ押す。あ、まず、回復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 、そうそう、回復して、あ、トゲ生える。このトゲは何だっつうんだよ。うわ、そっち行かれる。追いかける。これ体力2本あったらすげえやなんですけど、しんどいんですけど。回復して、双剣当てて、よし、で、もうちょいだ。行くぞ、さっきのー。回復ダメ絶対。いやー、お前回復好きなんだよ。あ、どっか来る。これがそのアルティメットってこと？うーわ、もう。忙しいわ、こいつ。よし。はい。爪。よし。よし。距離取れない。いいよ。双剣。あ、双剣。よし、リチャージしてた？はい。一発回復。よし。なるほど。壁背負わせてって感じか。
ほら、くたばれよ。ジョーさんよ、くたばってくれ。よし、いった。で、からの、2本目。こっから2本目あるのかないのか。やった？あ、やった。やったと、2本目ないのかよ。ほんとに。はい。で、これ、忘却の羽。で、これテラステラスの振り直しアイテム。これで、あ、クリアっぽいね。本当にいいの？あ、クリアっぽいね。じゃあ帰ろっか。はい。ネクスルの速攻薬。効果発動までの時間が短く、携帯できる数も多め。ただ回復量が劣ります。これは 50%。じゃあそうですね。今回は時間の切りがちょうどいいんで、一旦これで終わりにして、で、また次のパートに繋いでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あと Twitter のフォローをしてくださると嬉しいです。ではね、また次のパートでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。